ロベール一世ド・ドルーは、フランス王子、ドルー伯。フランス王ルイ6世と、王妃アデル・ド・モーリエンヌの逸男。1152年、父王より、アパナージュとして、ドルー伯領を得た。1145年、アルビズ、デブルーとの二度目の結婚によって、ペルシュ伯領を得た。1152年のアニエス・ド・ボードモンとの三度目の結婚では、ブレーヌ伯領を、フェール・アンタルドノは、アルシー、ネール、ロングビル、カンシー、スールモン、サビニー・シュラルドル、ボードモン、トルシー、シェーアンブリー、ロンジュモーを獲得し、ブリーコントロベール領主となった。1147年、兄ルイ7世と共に十字軍に参加し、1148年のダマスカス包囲戦の失敗にも加わっていた。十字軍終了前にロベールは帰国し、王権を奪うことを望んで、兄ルイに対する陰謀を図った。しかし、彼の行動は、王の不在時に王国の摂政を務めていた、サンドニ修道委員長シュジェールによって阻止された。イングランド無政府時代には、彼はイングランド勢と戦い、1154年にはノルマンディーの西に本営を構えていた。ロベールは1188年に亡くなり、サンイブ・ド・ブレーヌ修道院の教会に埋葬された。1180年、ロベールはドルーの町に自治憲章を与え、ブリーコントロベールの町を作った。1140年にアニエス・ド・ガルランドと結婚。一子を設けた。1144年、ソールズベリー伯、パトリックの姉妹、アルビズと結婚。一子を設けた。1152年、ブレーヌ伯の娘アニエス・ド・ボードモンと結婚。10子を設けた。ありがとうございます。